説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。いいなぁ。ちょっと今度傭兵来てるとき、うち考えようかな。なんで？ジジ連れてってたときね、なんかすげえ不満そうだったんだよね。あー、すごい不満そうだった。その後もなんか、プリズンの帰りに玉内さんが迎えに来てくれて、私と小峰さんと、もう一人誰か乗ってて、コンビニもやったことのないような初犯の子連れて、てたみたいな、なんか感じの言い方してたから、うん、よくないんだなって思って聞いてた。何も言わずに。いや、よくなくないよ別に。あの、なんか印象が、あ、印象がね。でも本人がやりたがってたからいいんじゃないかなって思ったけど。これが例えば、じゃあモズに呼ばれましたと。うん、うん、で、あの、うちが初、なんか言っちゃえばそのね、初心者というか、うん、戦力にあんまならないよみたいな子がいるよっていうのを伝えずに、うん、え、連れてって、戦力にならねえじゃねえかってモスに言われるとかだったらまだ分かるんだよ。うんうんうん、だけど、その、うん、グッバイがなんでその例えばユンちゃんとかカルとか、まあ、ジジとかを受け入れてくれるかっていうと、うん、俺がそもそもその、なんだろうな、すげえ安い金額で大型の配置だったりやり方だったりっていうのを全部教えたみたいな、うん、っていう過去があるのね、うん、っていう温度感とか、うん、そういうのもあって、うん、まあじゃあハンさんのとこだったらいいよって連れてきていいよって言ってもらってるんだよ、うんうん、で昨日もあの、うん、初めての子がいますと、俺のヘリに乗ってるだけですって、戦力になりませんって言って連れてってんだよ。だからどの傭兵にもあの連れて、なんだろう、補助金で連れてくんだったらあれなんだけど、グッバイの関係性で連れてってて、それにもし文句言われるんだったとしたら、俺正論パンチ返さないといけないから、うんうん、ちょっと気まずいから。なんかそれもね、プリズンの中でトウユンさんと話してて、トウユンさんがでもそれはなんか言って言ってるからみたいな感じで言ってるのは聞いた。トウユンがいいんだったらいいんだけどみたいな感じで言ってたかな。よくないやん、だってなんか文句言ってたんやろ。確かに文句というか、まあそれを玉内さんに言ってたのはその後、玉内に言ってたんやろ。うん。だからまあトウユンがいいんだったらいいんだけど、俺は文句言うよってことなんだよ。別に問題ないの、言っちゃえば。うん、うん、でもそれに個人的に不満があるんだったとしたら、まあうちとは仕事しない方がいいよね。うんうんうん、うん、うちがグッバイの傭兵行く時にコミネいたらやめようと思ってる。あ、そうなの。うん、なんかちょっと新人連れていくことにちょっと不満があるっぽくて。ああ、俺がいたことに関してか。いや、まあどのレベルがその新人なのか分かんないけど、まあ一旦多分ランさんのだと思うけど、ただそのなんだろうな、新人連れていくよって言っても別にカルにしろユンちゃんにしろなんだけど、そのグッバイに関しては、そういう子たち連れていくよっていうのを OK もらってんのよ。で、まあコミネ単体がまだ不満に持ってるだけだったらいいんだけど、もしそれで俺に何かもし言われちゃったら、うん、それは俺とグッバイの温度感で決まってる話であって、一傭兵のお前が文句言うことではないって言わないといけなくなっちゃう。ああ、まあそうだね。うん、まあそうだな。コミネと揉めたくねえから、まあ距離を保つって感じか。ああ、そうです、そういう感じ、そういう感じ。コミネの話はな、コミネどうこうというか、俺の教育論の話で。ああ。例えば、その、うちは、入って、すぐ、じゃあ、なんだろうな、大型行く行かないみたいな話なんだけど。ああ。まあ、一番上のアッパーの仕事、最大値の仕事も経験して、例えば、じゃあコンビニっていう、まあ、ロワーだよな。ほう。稼ぎが少ない、まあちょっと簡単な仕事、両方もう見てもらって、ギャングとはこういう世界なんだぞっていうのは、まあ見てもらいたい、見てもらいたいので。一回一周してもらったことな。うん。まあその、経験が浅いから大型には連れていかないなんてこともない。ああ。そもそも、うちは、経験が浅いやつばっかだから、大型にも連れてくし、小型だってやってもらう。
なるほどね。うん、コミネはある程度その仕事ができる状態じゃないと、連れてくるべきじゃないんじゃないかって思ってるんじゃないかなって感じ。なるほどね。うんうん。ではでもそれは俺の教育論とは違うから。まあ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 どっちも正論って感じはするよな。うんうん。まあ、確かにコミネの考えそうなことだな。まあ、あと俺はなんだろうな、大型やるってなっても最大値の答えはあげないから。ああ。そう。もちろんこうやったらうまくいくよね。ここにいてこうやってた方がうまくいくよね。ここに配置した方がいいよねっていうのはもちろん知ってる。ああ。だけどそれを全部お前らに与えてしまうと、最初から答え知ってた状態で、お、まあやったら成功もするかもしらん。まあ、でもいやこれ今回これがダメだったな、なんでダメだったんだろうって、ここいた方が強かったんじゃね、いやそれ弱くねみたいな、その切磋琢磨する段階を踏めるのは1回だけなんだよ。そうだな、成長しないよな。そう、理解して慣れちゃうとさ、もうその部分って通れないんだよ。ああ、うん、正解を知っちゃうと。まあ確かに俺もそっちの方が楽しめるな。そう、まあっていう、まあなんだろう、これは俺の押し付けなんだけど、俺はそっちの方が楽しかったのよ、やってきて。おう、うん、なんか一から やって、あ、こうでもないあでもないってやるの楽しかったし、あ、なんだろう、その機会を取り上げるほど俺には権限がないと思ってるから。まあ俺としても、うん、小説とか読んでる時もよ、うん、後ろから読むよりも前から読んだ方が面白いからな。まあそれは お前出たその大体の全人類そうだと思うんだけど。いや、そういうことだろ、要は。まあまあ、要は答え知っちまったら楽しめねえっていう。まあ、まあ、そういうことだね。ああ、俺はそっちの助かるな。ただやっぱコミネはある程度その成功するラインにはいていた状態で大型させるのがいいよねって思ってる節がおそらくあるから。ああ、これは、まあ、直接聞いたわけじゃないから分かんないんだけど、まあその見てる感じそう思っていそうだから、ちょっと俺の教育方針と合わないなってだけ。一旦ジジももうちょっと黄色いの作るか、一旦。あ、俺もその方がいいと思う。うん、もうちょっと黄色いの作ろう、一旦。下は何でもいいらしいよ。ゆる。ギャン。ゆるいな。まあ、ゆるギャンだからね。しっかりってことだな。腕はみ出してないか。お前、お前連れて行ってもらってる側だろ。やっぱ服装舐めてるんだよお前。服装に関しては別に決めてほしいよ、そりゃ。あと、あとお前が言うな。あたりから入れるか。何入れんの？うん？参加の最低ハードルを決めようかなというのをずっと考えている。はいはい。サブスク500万の経営サブスク作って500万だったらフリーカ1回分じゃん。それ払えないような、まあ、要は昨日今日犯罪者になりました、あのフリーカもうコンビニもやったことありませんみたいなやつ来てもしゃあねえから、うんうん、と思ったら来ちゃったからどうしようかなっていうね。一旦話しましょうや、小峰さん。じゃあ、いや俺昨日今日犯罪者になったようなペーペーと話すことなんもない。いや、そういうわけじゃなくて今回のことに関してだよ。これはまあいや今回のことに関してはだから こいつの顔立ててるから別に俺、いや、かも、うーん、いやもうとは思うけど、まあいいよって言ってるやん。こんなことで別に逃げずの顔は必要ねえよ。あんたが俺が参加することで不快な思いするんだったら、まあ、俺も別に無理して参加する必要はねえ。今後の展望どうしようかなっていうの。でもそれで言うと次回からあれだよ、別に事実参加できちゃうよ。じゃあその言い分だと、まあだからそう来週ぐらいからかなって思ってたの。まあ、そもそももうでもコンビニだって思ってて、コンビニやってるからな、事実今すぐ500万って言ってたよ。なんか最低条件がどうこう言ってたから、そんなまどろっこしたことせずにあんたの独断と偏見で決めればいいじゃねえか。であんたが今俺をまだ未熟で参加するに値しねえって言うんだったら、俺はこの場を立ち去るだけだ。シンプルだろ。それは君にとってシンプルだけど、俺には俺の都合がたくさんあるんだよね。君はそれで決めてほしいだろうけど、俺はこれを前例として作った時どうしようかな、まあでもなーとかって、でも以外にもいろいろ考えなきゃいけないことがあるからどうしようかなって考えてて、その上でね、まあミゲス連れてきたし、本当はどうしようかな、来週からじゃあは来週からにしようかなって思ってたんだけど、考えるのめんどくせえしいいかっていう。
で、どうすりゃいいんだ。え、だから別に準備してるんだからそのまま来ればいいんじゃない。そもそも俺はなんか、来たら来週にしてくれって言おうかなって考えてたんよ。俺はそもそもどっちでも良いスタンスだし、その人数必要だからで言ってるだけで。うん、まあそう、それも事実だから、まあどうしよっかなって、見えなきゃなって思ってるところに連れてこられたから、余計にちょっと考えてたけど。いいな、ジャジャの間にどういう話があったのか俺わかんないからあれだけどさ。お、何の話？超だせ。のさ、イグ初版で連れてきたやん。これからしたらよくわかんないやつが来てるわけじゃん。おう、いいんじゃない？いや、お前はね、お前はいいんじゃないって思うだろうよ。グッバイとそのうちがいいんだったらいいでしょ、それは。だから外文の話ね。別にいい悪いじゃない。俺の印象の話よ。トミネの印象を気にしてやってないよ、そんな。いや、別にもちろんやんなくていいよ。やんなくていいけど、その上で今日連れてきて、俺がうーん、どうしようかなって考えるのは変じゃないだろう。まあそれは別にいいんじゃない？俺が引っかか、俺が引っかかることに対して疑問そうだから、割と自然じゃないっていう話。俺が引っかかること。その GBC に関しては引っかかれてもって思うけど、今回に関してはコミネがやりたくて、それに、まあ、手伝うよって来てるから、コミネが来るなって言ったらそれはそれで俺普通だと思うよ。なんかまたあんたに面倒かけちまったな。いや、俺はね、めちゃめちゃ好きだぞ、あれ。あ、そうか。ていうか、ねちねち言われるくらいだったら、今白黒はっきりつけた方がいいだろ。あら、コミネはな、なんかイベント向かって、あ、じゃあどういうことなんだよ、え、話しようぜ、白黒つけようぜって言われると、あ、いや、おんって、どちらかというと、どちらかというとなるタイプだから、俺は見てておもろかった。ならよかったんだ。あら、ちゃんとあいつと正面から話したことなかったからな。いや、お前いいな、お前めちゃめちゃいいよ、お前。そうか。お前めちゃめちゃいいな。まあボスに気に入られるんだったら、まあ、やったかいがったな。いや、そうなんだけどさ、そうなんだけどさ、おもろいね、おもろいわ、超おもろいじゃん。苦手そう、コミネ。ジジみたいなやつ、超苦手そう、超苦手そうだけど、まあ別にジジ間違ってないからな。コミネがそのいやーっていうのもわかるけど、じゃあマダラの格好ある？マダラの格好ある？これはあります。はい、あります。あ、じゃあマダラの格好でいいや。あ、ジジがないから、じゃあマダラの格好作ってくるわ。なんで？ジジが持ってないからマダラの格好作ってくる。あ、いいや、あの意外と人数多いからジジお留守番。あ、じゃあ俺参加しなくていいってことか？どういうのか。ジジ全然構わないよ、それで。はい、タラちゃん、タラちゃんとこ、はい、こっち、はい、はい、じゃあどうしようかな。ケゼ、あんたは役用意されてるんだからよ。まあこっから家帰りはだいぶ骨だからよ。一っちゃんところ下ろしてくれりゃ。ゆるギャンさんとスマバラさんと組むときはおめん、まあ、ゆるギャンシンプルな話になったろ。あいつがさんの服で合わせてもらう。俺に参加してほしくないって言うんだったら、ちょっと現地来てからはな。ケール？そうなんだよね。だから、そう、GTS さん。まあ確かにかなり。カロイで、カル、カロイで。うん。うん。めっちゃ思い出。急にここでお留守番はちょっとさすがに、ちょっとさすがに。まあ確かに。すぐそこに服屋さんあるから。いや、そういう問題じゃないよ。ああ、なるほどね。コミネが俺のことそもそもこの企画に参加させたくねえんだな。ああ、なるほどね。うわ、なんか複雑そうだな。正直めんどくせえし、もうこれ以上コミネと政治すんのはもう飽きた。だから、うん、まあこんなところまで来ちまったからよ。うん、まあどこで帰るってのはかなり骨が折れることだから、まあ、手間かけちまうし、あれなんだが、まあ町まで送ってくれりゃ俺は
まあ適当に暇つぶしてるからよ。それまでここでやってていいぜ。何あれ、じゃあじゃあお前の横で連れてっていいよ。お前が横に乗っけて。ああ分かった、それだったらいいや。えよし、じゃあついてこい。お前がうまく使ってそれ。え、俺じゃあ現地入んないの結局。お前現地組、現地でお前手動で回させるつもりだから、うん、梅とかね、梅タイミングとか、警察サイドの話。そう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 、だからジャジャは唯一警察サイドに入れる で、うんうん、でお前があのもうジャジャにジャジャをラジコンして、うんうん、ああ分かった、じゃあちょっと黒い服だけ結局作らないといけないわ。いやマジでいいけどな、俺は別に参加しなくても。いやまあこのタイミングで言われて参加しねえんだったら俺帰るけどな、別に全員連れて。ちょっと舐めすぎ。今後なんやけども、ああまあなんかさっきも言ってたように、なんか1000万取るだか取らないだかみたいな、うん、うん、まあ考えるって言ってましたね、まあ、そもそも1000万どうするかは。そもそもなんか警察に逮捕されるリスクがないからうんたらとか言ってたんだよ。うんうん、1000万払うんだったら大型やったほうがいいやん。うん、まあ確かに。週1回で。うん、まあ、まあ。というのと、サブスクか。まあちょっと、今日、ジジに対する、また態度。まあその、ジジ単体じゃなくて、うちの子だから今もう。俺んとこの子なのよ。彼は今。コミネが、その、ジジの目の前でね、名指しで、今回呼ぶかどうか迷ってるみたいな。で、まあその場ではいいよってなったんだけど、現地に行った後、ジジお留守番でみたいなこともあったので。お留守番でって言われたの？うん、言われたんだよ。ああ、現地行ってからな。あとじゃあまあ俺から簡潔に2点。うん、じゃあこれは感情論の話。うん、俺が連れてったやつに何癖つけるんだったらもう俺うちは探しねえからいいよ。うん、シンプルだな。で、次、これは損得なんかなんだろうな、感情論抜きの、フラットな目線で見たとき、ああ最初の歌い文句は逮捕されない、逮捕されるリスクがないからいいよね、1000万払うんだったら逮捕された方が、逮捕されて多かった方がいいわっていうのと、次回に関してはなんかチームデスマッチみたいな感じのやつをやると。うん、じゃあみんなでサバゲ行けばよくね、1000万出さなくて済むし。毎回客船疑似客船とかなんだったらまあ少し考える余地もあるかもしれないが、まあ、次回チームデスマッチなんだったら別にいいやという理由から、きっかけになりそうだな。うん、来週は参加する価値なしと見なした。まあそれだとしてもちょっと興味あるよ、気になってる、参加するかもしれない、したいかもしれないってやついるか。別に攻めはしない。俺はそもそもイケメン。うん、次ユンちゃんどう？私行かなくて大丈夫。私もなんか言いかけてたこと飛ばしたな今。言いかけてたこと大丈夫？ああ、いや3時間かけて2回やったけど、今回練習を3時間かけて2回できたけど、うん、大型うちはイケてるから、本番を経験する方がその練習も大切だけど、うん、経験値になるかなって思った。 OK、 じゃあそう言われたので、次回は参加しないということで。私あとこのメンバーでできる方がやっぱいいなって思った、そのバラバラでやるより。ああ、なるほどね、陣営分かれてうんうんやるよりな。まあでも、うん、俺たちは組織にいるからあれだが、まあ他の何のつながりもないやつらからすれば、ああいうコミネがやってる場ってのは必要なんだろう。まあ、1000万円払ったから。それはそう、俺らには必要ないってだけだから。一緒にやってみんなでレベルアップしていきたい。うん、それでいいと思うよ。